市川誠一氏、締めくくりはアイラブ横浜。今の DeNA ユニだ。市川が喜んでくれてる。市川来た。本当にアイラブ横浜か。そこに愛はあるんやろか。昔の TBS のベイスターズじゃないから。今日の見どころこれだけ。内川の応援歌でちょっと泣きそうになった。今日の試合は内川がいた頃みたいだったな。先発が試合を作れずに打線は追いつかない程度の反撃。村田、内川、吉村が今日ハマスタに集結したという事実。この三種の神器が揃ったら何が起きるんです。三種の神器揃ったら見事に負けたな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。